E121 型潜水艦は日本海軍の潜水艦の艦級機雷船型や機船型とも呼ばれる。日本海軍が建造した唯一の機雷不設用潜水艦で同型艦は4隻。太平洋戦争で3隻が潜没した。1938年6月1日に E21 型潜水艦より解明。日本海軍は 第一次世界大戦の戦利艦として7隻のドイツ潜水艦を獲得したがそのうちの1隻 U125 をほぼコピーした潜水艦である。1923年度計画により4隻が川崎造船所で建造され、1927年から1928年にかけて竣工した。5番、6番艦は1924年に建造中止となった。 艦型は上記の通り U125 のコピーでほとんど同一である。相違点は微砲と魚雷発射管を日本海軍の装備に改めたこと、南洋での行動を考慮し冷却機を装備したため、船体を若干延長した程度である。機雷庫は完備に設けられ2本の機雷布設刀を装備した。布設刀は1本に3個の機雷を格納でき、 不設の所要時間は1回につき15分から21分かかった。太平洋戦争初戦では目的通り嫌いの不設任務に従事したがオーストラリアのダーウィン付近で2 2 4が戦没。その後ミッドウェイ海戦に降応した西機大邸でのハワイ偵察の支援のため嫌い庫をガソリンタンクに改造したが作戦は中止になる。ガダルカナルの戦いが始まると本型も ソロモン方面へ進出するが、百二十三が、ガトウキで戦没した。九百四十三年に入ると残った二隻は、老齢のため、第一戦を退き、練習潜水艦とされた。九百四十五年に入り百二十二が、日本海で撃沈され、百二十一のみが残存、戦後に、海没処分された。百三十八年六月一日に解明。 看板に100を加えた。同計館4隻で横須賀鎮受付配備の第9潜水隊を編成したが、十2 1二2 2はクレチンジュ付隻だったため2隻でクレチンジュ付配備の第13潜水隊を編成している。クレチンジュ付隻の十2 1二2 2で編成。その後遅れて竣工した十2 3二2 4を編入した。昭和6年に、 十21、二22が、クレチンジュフに転出して、第13潜水隊を編成したため、二隻編成となった。二隻とも太平洋戦争に参加し、主に、オーストラリア方面で活動したが、昭和12年1月20日に、百124が戦没し、司令官が戦死したことにより2月25日に、解体された。昭和6年に、 クレチンジュフに転出してきた第9潜水隊所属の I21、I22 で編成。波1型潜水艦、波7型潜水艦、波9型潜水艦の5隻からなる先代の第13潜水隊が所属艦の除籍により昭和4年4月1日に解体されて以来2代目となる。2隻とも太平洋戦争に参加し、 オーストラリア方面や中部太平洋で活動した。慣例が高かったため、昭和18年5月31日に解体された、写真日本の軍艦第12艦潜水艦より、艦長たちの軍艦士より、上院数は写真日本の軍艦第12艦潜水艦より、ありがとうございます。